コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ご紹介していきたいんですが、今回はね、こちらをご紹介したいと思います。はい、じゃん。呪術廻戦のね、ディフォルメシールウェハース、そちらのキャンペーン限定コレクションファイルがね、届いたんですよ。これはね、確かウェハースについているバーコード12枚だったかな。をハガキに貼ってね、送ると必ずもらえるっていうやつです。はい、それがね、届いたんですけれども、はい、普通にここにね、宛名あるんですけれども、それをちょっと綺麗に剥がしたやつなんですけれども、それがですね、ちょっと宛名が入ってるんで、裏で、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ということでね、全部で10枚10個もね、送られてきましたよ。まあ、日付3日にわたって届いたかな。3つ4つとかでこうバンバンポストに入ってた感じですね。はい、ポストが溢れそうになってましたけど、はい、俺は120枚送ったんでしょうねいや、結構開封したよね。だからまあそんぐらいいったのかいや、まさかまさかね、こんな大量に来るとは思ってなかったっすはい、あとね、実は今日届いたばかりのやつがあるんですよ。それはね、なんだろうと思ったんですけれども、まあ、ちょっと宛名をモザイクかけちゃいますね。はい、こちら、はい、こちらなんですけれども、簡易書き留めで今日届きました。はい、なんだろうと思ったんですけれども、これよーく見るとね、はい、おやつカンパニーキャンペーンって書いてあるんですよ。あれ?と思って、もしかしてと思ったんですよね。で、裏見るとね、こういう感じの、このキャラクターなんか見覚えあるなと。はい。それがこちらですよ。はい、ジャンと。はい。ベビースターラーメン。これもね、これです。はい。呪術廻戦コラボオリジナルクオカードプレゼントキャンペーンということでね、オリジナルクオカード500円分、それが計900名、全3回抽選、毎各回300名様。はい、これをね、2ポイントを一口として送るんですよ。で、これね、地元のセブンイレブン、結構早めにね、ここはね、半額にしちゃうんですよ。お菓子とか食玩を。で、43円半額になってたんで、それが結構いっぱい置いてあったんですよ。なので、めっちゃいっぱい買ったんですよ。なので、めちゃくちゃ送ったんですよね。これも結構何通か送ったな。何口って言ったらもう、何口だろう。相当ですよ。はい。で、それがおそらくこれ当たったんでしょうね。はい。で、これもね、一緒にちょっと開封したいと思います。これも開封します。一つだけですけれどもね、こちら。はい、なのでちょっと開封してね、どんなもんか見てみたいと思います。はい、ではね、コレクションファイルの方、こちらを開封してみましょう。いきます、せーの、ボボン。あー、なるほど。はいはい、これがシールの絵柄ですね。はい、なるほどね。はい、で、背表紙、呪術廻戦で、中身、まあ至ってシンプルだね。
上をこう開けて入れるタイプで、シールの幅いっぱいなんで、まあ、あのシールのね、袋ごと入れるのはやっぱ難しいですね。開封したやつを入れるっていう感じ、うん、なるほどね。はい、まあ、応募すれば必ずもらえるやつなんでね、配布品っていう感じ、うん、やっぱちょっと安っぽさがあるね。まあ、これはしょうがないって言えばしょうがない。はい。まあコレクターズアイテムだね。うん。で、あとなんか、ここのチラシ、広告なのかな、うん、予告でウェハース3カードの方ですね。はい。それの予告と、まああとはこの限定コレクションファイル。送りましたっていう案内状ですね。はい、が入ってました。では早速おやつカンパニーの方、これね、またちょっと綺麗に剥がしたんですけど、ちょっとね破けちゃいましたけど、はい、宛名をちょっとね削りました、剥がしましたけど、宛名シールをねなんとか剥がしました。はい。で、裏はね、綺麗に剥がそうと思ったんですけれども、ちょっとやっぱ破けちゃいましたね。うん。まあ、あの、普通にここね、カッターで入れて切ろうかと思ったんですけど、うん。まあ、ね、中のを傷つけちゃあれだなと思ったんでね。はい。なので、こういう、ペリペリってね、地道に剥けました。はい。では行きます。どんなやつなのか、私も見てません。一緒に見ましょう。せーの。なるほど。こういう、あ、おめでとう。はい。これ、何子ちゃん？なんだ、ベビコちゃん。キャラクター名わかんないけど。はい。では行きます。せーの。おー、はい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 。こういう感じなんだね。うん、これで500円相当ですね。500円のクオカードとして使える。で、ご当選おめでとうございますとね。はい。たくさんの応募者の中からあなたが見事当選されました。はい。という当選通知と一緒にくっついてますね、クオカードが。なるほどね。やっぱなんかこう、ご当選おめでとうございますって書かれてるとちょっと嬉しい気持ちになるね。はい。これだけかな？これだけだね。あと中は何もない。はい。っていう感じですね。はい。まあ今回の、はい、紹介としては。まあ要は送られてきたものですね。キャンペーン品。のご紹介となりました。はい。ということでね、皆さんもね、なんか景品とか当たったりしたことありますかね。うん、懸賞品。まあもしよかったらね、コメントいただければなと思います。はい。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録を。よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。